東京ヤクルトスワローズオフィシャル男性部パッションボーさゆちゃんに登場していただきましょう。皆さんこんにちは。はい、東京ヤクルトスワローズオフィシャル男子チームパッションのリーダーさゆ、さゆです、よろしくお願いします。あら、つばめちゃんもさゆちゃんですね。あらららら、つばめちゃん勝手に書いちゃった。ダメだよ、勝手に。さゆちゃんもサインということで、いいですか？はい、いいですか？あまり時間ないので、はい、さっさとやってください。はい、おお、さゆちゃんもサインしました。はい、結構時間取るね、サイン。すいません、はい、はい、終わりました。はい、あと2つあるけど、つばめちゃんどうせだったらサインしてくださいよね。はい、どこに書くの？はい、可愛いサインをね、はい、書いてくださってますね。どうした？あ、僕ですね。ちょっと今両手を使ってどうしようかなと。はい、はい、つまみちゃんいけないサインしていただきましたけども、はい、じゃあつまみちゃん、まずファンの皆さん、今日早くからね、神宮球場に来ていただいている皆さんにご挨拶をお願いします。あらららららら、はい、大丈夫です。はい、お願いします。あ、ごめんごめん、ちょっと消すね。ちょっとわたわたしてますね。はい、一回消して、はい、ごきげんようということですけども、はい、ごきげんよう、ごきげんよう。ああ、ちゃんと、はい、返してくれてます。どうもありがとうございます。はい、ちょっとこれでちゃんと消そうね。はい、はい、それだけでいいですか、挨拶はね。はい、わかりました。それでは、パッションさゆちゃんも一言ファンの皆さんにご挨拶をお願いします。はい、東京ヤクルトスワローズオフィシャル男子チームパッションリーダーのさゆです。本日90周年の奉納試合ということで、なかなかこのダンサーやチアとして参加できることってなかなかないと思うので、改めて神宮で踊れることへの感謝の気持ちを持ってパフォーマンスさせていただきます。よろしくお願いします。はい、盛り上げてくださいね。はい、よろしくお願いします。ちょっとこっちに来ていただいて、はい、つばみちゃんとさゆちゃんは、はい、まあ、いつもね、試合前そして試合中もね、はい、盛り上げてくれてますけども、はい、スワローズのホームゲームを、普段二人とも仲いいんですか？仲いい、いいよね。でいつもちょっかい出してくるじゃん。いや、本当愛情の裏返しなんですよ、本当に本当に、ね、どんな女子トークやってるんですか、二人は。女子トーク何してるっけ。なんかいろいろなんかツンツンしてきたりするけど、はい、お腹が空いたって言っていると、いつまみちゃんがでしょ、なんかこうやってやってるけど、そうだから食べ過ぎてね、こんなお腹に。痛い。まあね、いつもね、激しいダンスをしていますからね、やっぱりね、たくさんねご飯食べないといけないですからね、はい、パワーをつけてね、はい、そうです。はい、つまみちゃん、いつもね、つば九郎同様、鳥小屋から六大学野球を見てると思いますけども、六大学野球の野球、あと応援っていうのはつまみちゃんはどういう感じで見ていますか？あ、さゆちゃんごめんね。いえ、とんでもないです。はい、千夜さんの印象が、衣装がね、はい、ごめんなさい。おお、ちょっとやっぱり風、ね、風でね、ちょっとごめんなさいね。はい、衣装がパッションより可愛いと。なんだって？おい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 。なんだって？可愛いですね。可愛いでしょ？え、まあね、可愛さとあとまあ伝統がありますけどもね。可愛いでしょ？かなりちょっとね、つばみちゃんもさゆちゃんに攻撃をしておりますけどもね。そうなんですよ。はい、まあ、あととても笑顔もね、素敵で本当に元気な六大学野球チアリーダーズの皆さんなんですけども、はい、今日はこちらのステージの方に登場してくれるということなんで、はい、皆さん大きな拍手でお迎えください。東京六大学チアリーダーズの皆さんです。はい、はい、すごく華やかになりましたね。ありがとうございます。じゃあもうちょっと前の方に来ていただいて、
はい、六大学、各校よりですね集合してくれました。こうやってね、各校のチアのユニフォームが一緒に並ぶと神宮球場ならではというか本当に華やかでいいですね。つまみちゃんどうですか、チアの皆さん間近で見てね、かわいいね。はい、まあ、ぜひあのつまみちゃんもお友達になってくださいね。はい、うん、どうしたの、なんかシッシみたいな感じでやられたんですけど、あ本当にちょっとなんかやめてね、はい、仲良くしてくださいよ本当にね、つまみちゃん、はい、それではチアの皆さんにいろいろとお話を伺っていきたいと思いますけども、さゆちゃん、パッションはあのダンスチームということでね、はい、やっていますけど、まあ、チアとダンスの違いっていうのもあると思うんですけども、はい、どう思いますか。チアとダンス、私たちはこの人を上げるスタンツだったり声を出してパフォーマンスっていうのがないんですけど、その分ダンスで見せれるようにみんなで頑張ってます。なるほど、はい、じゃあチアの皆さんはどうなのかいろいろ聞いていきたいと思いますけども、まず東京大学、チアの、はい、ちょっともうちょい前に行きましょうね。はい、はい、じゃあまず、チアはもう昔からやってたんですか。私は大学に入ってから始めました、はい、あ大学に入ってから、はい、そうなんですね。大学に入る前からもやってらっしゃる方も多くいらっしゃると思いますけども、メンバーにはそういう方もいますか。そうですね、はい、ダンスとかチアリーディングをもともとやってたものもいるんですけれども、はい、結構他のスポーツとかあと運動経験が全くない人とかも入ってたりして、うんうん、大学生活をこう新しいこと始めたいなと思ってチアに入る子が多いですね。あなるほど、立教大学の、チアの方、年間で野球の応援以外というところでも活躍されているんですが、野球以外のところでもアメリカンフットボール部や、ラクロスやアイスホッケーなどにいたりします。あなるほど、じゃあ野球だけじゃなくていろんなスポーツも盛り上げているということなんですね。はい、はい、早稲田大学の方、はい、月曜日までね、早慶戦を行っていましたけども、しびれる戦いだったと思いますけども、いつもよりちょっとこう力入りましたか。はい、そうですね、やっぱり早慶戦は特別なので、私たちも朝早くから始発に乗って準備して応援して、すごいお祭りのような応援なので、すごく楽しかったです。はい、今日も気合を入れて頑張ってください。はい、つまみちゃんからも質問がしたいということなんですけどもね。はい、つまみちゃん、はい、じゃあ、 慶応のチアリーダーさんに質問お願いします。はい、はい、こちらに書いてくださいね。はい、うん、質問お、つまみちゃん漢字字切れ漢字、お兄ちゃんとえらい違いですね。はい、はい、ちゃんとルビーも振っていただいてありがとうございます。え、下級生が鏡を見たらダメだっていうのは本当ですかと、はい、あこういうもんあるんですか。はい、神宮球場 の、 手洗いの鏡とかは基本的に見ることは禁止されていて、上級生の目であったり、あと神宮球場がすごく神聖な場という認識を持っているので、それは控えるようにしています。あらららららら、うん、なになに、つまみちゃんなんかファッションって見えるんだけど、ファッション見まくってます。そんなつまみちゃんほど見てないよ。本当に本当に。いや結構準備が大変ですね。いやね、そうですね。はい、そうですか。今度さゆちゃんから逆に質問したいことがありました。はい、明治大学のチアさんにお願いします。はい。上級生になるにつれてメイクが濃くなるってちょっと聞いたんですけど、本当ですか？はい、濃くなるっていうよりはやっぱり上級生になるとすごくやっぱり準備をしてくれるのが下級生であったり、まあ、忙しいので上級生の方が時間に余裕があるという面でしっかり今できるという点では、まあ、濃くなるのかなと思います。あとやっぱり髪メイクというよりは髪が凝るのかなっていうふうに編み込んだり、はい、そういうところが工夫されてます。そうなんですね、はい、いろいろあるんですね。ちなみにパッションもやっぱり濃くなっていくんですか。ファッションですか。はい、ファッションみんな来いよ、つまみちゃん、ファッションはみんな来いよ。ちょっとうるさいよ。なになに、アイラインとマスカラ通って、はい、違う、そんなにやってない、本当につまみちゃんほどやってないから。
本当に。まあいろいろ女子ってすごいですね。はい、さあ、最後法政大学のチアの方にお聞きしますけど、女の子でも応援団みたいにこのやっぱこうオッスとかって言ったりとかするんですか。はい、法政大学はオッスがすごく伝統で、応援団の中にリーダー部と吹奏楽部とチアリーディング部ってなっているので、応援団の一員であるので一応私たちはオッスという言葉を、挨拶がオッスっていうことになるんですか。はい、あ、なるほど、もう皆さん一緒なんですね。はい、みんなでやってます。なるほど。さあ、今日はですね、東京六大学チアーズの、皆さん、そしてパッションの皆さん、そしてもちろんつばみちゃんもかな、はい、試合中いろんなパフォーマンスをしてくれると思いますけども、さゆちゃん今日のタイムテーブル紹介してもらえますか。はい、はい、まず試合前に両チームのベンチ前に花道を作らせていただきます。そして2回表終わりに東京六大学チアリーダーズの皆さんがパフォーマンスしていただきます。そして3回表終わりに私たちパッションがパフォーマンスさせていただきます。そしてラッキーセブンなんですが、6回裏終わりに東京音頭がいつも通り流れまして、ファッションはいつも通りグラウンドで盛り上げと、今日はなんとライトスタンドにリーダー台が設置されるということで、はい、数名ファッションもお邪魔させていただきますので皆さんよろしくお願いします。楽しみですね。はい、ということでその後7回表終わりに、レフトスタンドを東京六大学チアリーダーズの皆さんが盛り上げてくださいます。はい、あとコラボも見られるという情報が来てますけども、これは六大の本戦のチアの方に聞きたいと思います。はい、5回裏終了後にグラウンドでパッションさんと私たち六大学のチアリーダーズでコラボダンスを披露させていただきます。で曲はパッションさんがいつもスワローズの応援で使われているイージーデダンスとダンスウィズミーナウを一緒に踊らせていただきますので、よろしくお願いします。いや楽しみですね。もう皆さんちょっと緊張してますか。はい、今だいぶ緊張してます。はい、あ、そうですか。練習っていうのはどうなの、一緒にされたんですかパッションと。いや、さっき別々で少し合わせたぐらいでほぼしてないです。もうしっかり練習はされてきました皆さん。はい、一応みんなそれぞれ、はい、そうですか。はい、まあ、他の大学の皆さんちょっとなんか怪しいような感じしますけどあれ、はい、それではですね、今日このステージの、ラストはそのコラボナンバー、コラボダンスをですねやっていただきたいと思います。イージードゥダンスのパフォーマンスをここで、まず見せていただきたいと思いますけども、皆さんよろしいですか。いいですか。はい、はい、つばみちゃんも参加するんですか。はい、つまみちゃんもね一緒にね。はい、わかりました。それでは、マイクの方をちょっとね、預けていただいて、すいません、ここからはですね、録音録画撮影はちょっといろんな事情がありまして、禁止とさせていただいておりますので。